佐賀美術協会展は佐賀県で行われている公募展。日本が洋画、調素、工芸の4部門が行われる。1914年に第1回が開催された日本国内における総合美術展の先駆け的存在で県単位の総合美術展としては国内最長寿となる美術展覧会、美協展と略される。 久米慶一郎岡田三郎介久米慶一郎岡田三郎介ら佐賀県出身の美術家らにより1913年に結成された佐賀美術協会の主催により翌年1914年7月に佐賀市の旧県会議児童を会場として第1回展が開催されたその後佐賀市公会堂など複数回の開催場所変更を経て1970年からは 開館になった佐賀県立博物館で、さらに1983年からは新設の佐賀県立美術館で主に開催されている。県単位の有志の美術家による組織が行う展覧会の中で、大正初期に誕生後、名称や趣旨、基本構成を変更せずに続いているものは、類例がなく、総合美術展としても、全国規模の2カ店が初回開催が同年。 日展は未だ観点として開催されていた文部省美術展覧会の時代であった。所属する美術団体の垣根を超えて作家たちが出品、交流することを特徴としており、会派や表現の際、運営等をめぐっての混乱やそこから来る分裂危機も起こっていない。長期間続いている理由として立ち上げから参加し長く会長を務めた山口良一は、 堅苦しい規則で縛らずお互いに、不分立の協調主義でやってきたこと、会員が互いに、他の悪口を言わぬことにして、それを守り通してきたことを挙げている。初期は在京の佐賀県出身作家の作品を集めて、陳列する展示会の性格があり、未だ総合的な美術展覧会が開催されない、佐賀において展示、観覧の機会を提供するとともに、 中央画壇の動きや最先端の芸術を紹介する場でもあった。実際、設立メンバーは、東京美術学校で教授を務めていた久米の岡田のほか、山口良一や三リア淳一など、従来の写実的な旧派に対し進派と呼ばれた洋画家が中心となっている。また、1916年の第3回展では参考出品として、東京美術学校の教授で、 提出疑原因としても名が書いたカムラ・コウンやウンのマサル・ミンの作品が展示されている。その後、1927年の第12回からは一般公募制を開始し、佐賀の定点と称された。さらに戦後、佐賀大学教育学部に特設美術科が設置されると、教授の豊田克明講師の鈴田昌司ら、大学関係者が会員となって出品し、 その後も運営に参加するなど、展覧会と大学の関係が続いている。現在は、一般公募の部は、美術系の学生にとっての登竜門的な位置づけとなり、会員、会友の出品は、在京作家から、県内在住の作家や美術教師らが中心に変わってきているが、白磁の井上一万に、色鍋島の14代、 今泉、今井門など人間国宝から高校生まで多様な作者の作品が展示されている。諸外国に開かれた長崎警備の任を果たしていた佐賀藩は早くから西洋の技術、知識の導入を進めていたが美術においても同様で文化8年に旧大藩主、鍋島成直の命で3名の藩主が芝高官が隠する油絵の版画を学んだとの記録がある。その後、 1871年の岩倉使節団を川切に計算回と応して洋画を学び、日本で最初に洋画ラフ像を描いた人物とも言われる百武金行やフランスで画を学び、黒田清照と共に白馬会を結成し美術会に新風を吹き込んだ久米慶一郎、さらに久米野に学びともに白馬会に参加した岡田三郎助らを輩出していた。 1913年、久米の岡田のほか山口良一、田洲五郎、三國屋淳一、北島朝一といった佐賀出身で東京美術学校の卒業生が上野の西洋圏に集まって開いた会合で若者が軍人や外交官ばかりに憧れ芸術文化に関心を払わないことを憂い、故郷に美術の土壌を培い、根付かせたいとの思いから美術協会を設立した。 美工を卒業後、帰京していた山口が運営の中心となり、山口の父で実業家の中野千明が講演団体の会長に就任して、翌1914年に開催された第1回展覧会には、洋画、日本画のほか、当時の文部省美術展覧会では除外されていた工芸の出品があり、この3部門に合わせて233点が出品されている。ただし、 日本画67点、洋画159点に対し工芸はわずか7点であった。この頃は東京美術学校の影響が強く、美工出身の創設メンバーだけでなく、地元からの出品者も美工を卒業後に佐賀で美術教師をしているものが多かった。わずかな工芸作品はすべて均衡で、現在主流の陶芸が1点もなかったのも当時の、 美校の学科に陶芸がなかったからと推察されている。また、展覧会の規約には、在京のものは美術学校在学の生徒に託して、作品を佐賀に届けることが決められていた。なお、展覧会のシンボルマークは、東京美術学校の基調をそのまま使ったもので、これは現在も使用が続いている。主な初回出品者1930年に小型動画調査 1941年に松本葉山が陶芸を初出品するなど順調に発展していたが1931年に下村言語のラフユサイガが特別高等科の検閲により修正を余儀なくされた黒木三角事件が発生した。また1944年1945年の2年は第二次世界大戦により中止を余儀なくされた。多くの会員が 戦地に向かったが、中には戦地からスケッチを送ってきたり、従軍画家として戦争画を手掛けた者も,もいる。終戦の翌年となる1947年の5月には再開し、さらに翌1948年には当時県内唯一の東画家だった武藤達平による展覧会を佐賀美術協会の主催で開催している。1959年には、 教会の工芸部に多数の作家が参加、それまで断片的だった工芸の出品数も一気に増大した。1967年には50回の記念展が開催され、翌年には快則の改正が行われ、理事会による運営に移り、初代理事長に石本秀夫が就任した。1983年の県立美術館会館により、 ようやく全展示品を一堂に展示可能となるなど、展示環境も改善され、翌年の開催では、公募作品342点と過去最高を記録した。しかし、作品発表の場が多様化し、公募展の求心力が弱まっていること、若者が団体、組織の中に参加することを好まなくなっていること、美術教師を志す人が減少していることなどから、 展示会への作品出品数は減少傾向にある。また、佐賀美術協会の会員数も増加は鈍化し、年齢層も高齢者が多く若年層が少ないなど、バランスが悪くなっている。2014年現在、佐賀美術協会の会員数は男164名、女100名の計264名となっている。2017年、100回記念展を開催。堀リコによる、 記念公演や記念誌の発行を行ったほか、関連展覧会、佐賀大学と美教展、山口良一と佐賀美術協会の100年展を開催した。2020年第103回展が新型コロナウイルス感染予防のため中止となった。ありがとうございます。